さあ、寂しい。まあ寂しいのもね、誰もいないからね。あ、そう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 、ててててさんありがとうございます。あの、私ご報告がございまして、私がですね、持っていたですね、仮想通貨のですね、口座、こちらが凍結されました。おいおい、俺のビットコインね、いいかい、あのね、山でいうとチョモランマの頂上で掴んだ俺のビットコインがですよ、もうね、売れなくなってんだよ今。どういうことだよ本当に。もう売ることもできなくなりましたからね、ついにね。僕のこの何、ビットコインというね、チョモランマのこの頂き、220万っていう頂きで掴んだね、栄光がね、もう今すごい70万ぐらいまで滑落してるのかな。70万ぐらいまで滑落してる。そこがですね、ついにもう手を、この握り込んだ手を離すことができなくなったとね。やったぜ、おいおい、っていうことで。ちなみになんでかっていうのを説明するとですね、なんかあの、口座を作るときには身分証明書が必要なんですよ。で、一番わかりやすいのは運転免許証で、その運転免許証がですね、何を今更かとね、このタイミングで、まあきっといろいろあるんだろうね。その口座の方がさ、あの、取り締まってるね、ところが結構いろいろと叱咤激励をお国から受けたということもありまして、残念ながらですね、あの、なんか運転免許証がぼやけていたっていう今更なツッコミ、いやいや、ボケてなかったと思うんですけど、まあボケていたというところからですね、私の口座が現状今はね、取引停止と。僕はいくら払っていくら損してるのかって話を一切したことがないんですけれども、これは墓場まで持っていきます。なぜかというとですね、この配信、だいたいあなた以外の人は身内だと思ってください。僕の身内しか見ていないね、この超狭いコミュニティですよ。もう、業界関係者社内の人間、あとはですね、家族親族、それぐらいしか見ていないね。他人はあなただけですというね、この配信の状況において、僕はその金額を言うことができないんですよ。で、凍結した株を早急に溶かしましょうっていうことです。勝手に溶けてるからね。あの、俺のところキンキンに冷えてたよ、冷えてるかっていうぐらいこうキンキンに冷えててね、なんならね、未だにね、溶かしたいんですよ。溶かしたらこう手が開くはずだから。そしたらいわゆるリリースって言ってね、持っていたビットコインが全部バラバラバラってこうね、ここから落ちてくれるはずなんですけど、凍結したまんま凍結されっぱなしですからね。うん、ほんと64人の知り合いありがとうございます。本当に、ね、63人の知り合いと、そして1人の他人という構成でお送りしておりますので、よろしくお願いします。ちなみに何とかできないんですかっていうことで、今のところ、新しい証明書を発行すれば何とかなるらしいんですけども、まあありていに行ってしまいます。ありていに行ってしまうと、今コインを動かす気は全くないので、なんとかできるんですけど、何かをする気になっていないっていうのがお答えになるのかなと思います。はい、せっかくヒゲさん一人だから、本人の前でヒロキさんの面白いエピソード、彼の面白いエピソードって何かあるかな。結構喋ってるじゃない、むしろ褒めてやろう。あいつが自分の配信してる時っていうのは、やれブサイク代表だ、やれデブだということをおっしゃってると思うんですよ。全くもっとその通りだとね。うん、ね、自己検査が足りない、まあその通りでございますと。もうこんな姿勢で喋ってる俺に自己検査を求めてるのが、もうそもそもの誤りですけども、まあ、実際すごいよね。実際すごい、薄いファンの方から言っちゃったけど、変わんないっていうのがすごいなと思うんですよ。僕は変わりました。あの、彼と出会った瞬間というか、彼と出会ったのが、それをもう21年、22年ぐらいなのかな、ぐらいのタイミングで会って、で、そこからね、順調に体重も多分20キロ増頭の回転もなんか変わったんでしょう。うん、彼は変わらんね、割と体重も変わってないしね。そこら辺のね、なんて言ったらいいのか、美意識の高さだよね。あいつナルシストだね。で、よく寝るからね、寝る子は育つですよ。だからまだまだ彼はなんだかんだ言って体重は彼なりのなんか体に良くないダイエットみたいなのをしていて、食わないってダイエットなんだけど、ひろゆきくんはダイエットの話とかするのかな。そう、食わなきゃいいなんですけど、彼がもともと言っていたダイエット法ってすごい単純で、脳には栄養を与えた方がいいですと、なので砂糖をそのまま食うっていうダイエット法を提唱しました。実際問題、満足度は高いんだよね、糖分摂取するから。で、ただしそれ以外の、いわゆるカロリーっていうのは摂取しない、食わない、糖分ばっかり、頭が疲れたらいけないから糖分ばっかり摂取すると。
で糖分摂取すると割と満足度が高いからそれで生き延びるみたいな、そういう方式してますね、水と糖分、うん、ということでですね、決して人に勧めませんけれども、もしもひろゆき君みたいになりたいという既得な方がですねこの中にいるのかと、いや、いないと思いたい。まあでもね、彼はね、言うてもカリスマでございますので、残念な話ですけども、決して皆さんは真似しないでくださいが結論だね。うん、摂取カロリーを抑えれば、人は生きていればカロリーを勝手に消費をするので、だから痩せますということを言っているんですけど、当然食べなければ苦しくなります。で、苦しくなるときに、一番でもその時に苦しくならない方法を模索した結果、彼が選んだのは砂糖という手段でございました。井口さんが好きなボードゲーム、兄ちゃんさんありがとうございます。ボードゲーム、俺がおすすめするゲームは、なかなか人を集めるのが大変なんですけど、スコットランドヤードっていうゲームがあって、これがロンドンの市内を、舞台にした、ボードゲームです。で、どんなゲームかっていうと、回答が1人、残り全部警察官、まあ5人とか3人とかでもいいのかな、最初プレイ人数4人だったはずだから1対3とかに分かれて、で、スコットランドヤードがその回答を追いかける、で、捕まえなきゃいけないっていうゲームです。で、面白いのが、それぞれのマスには鉄道とかバスとかタクシーとかっていうマス目が載ってるんですよ。で、鉄道とかは駅と駅の間しか移動ができないので、例えばここに駅のマスがありました、でもその横にあるマスには駅のマークはついていません。つまり駅を使った場合は、ここはもうスルーしてトントントンと先にある次の駅まで一気に移動することができちゃう。反面、その間とかに怪盗がいた場合は怪盗を捕まえることができません。逮捕する条件っていうのは、怪盗がいるマスとスコットランドヤードがいるマス、同じマスにいた場合捕まえることができます。で、それぞれ怪盗とスコットランドヤードに対してはチケットが配られていて、タクシーチケット、バスのチケット、電車のチケットで、それぞれが規定の枚数、例えば何枚だったか忘れたんだけど、5枚5枚5枚ぐらいな感じで渡されていて、回答はそのターンに何を使ったかっていう宣言を必ずしなきゃいけません。自分は電車を使いました、電車のチケットを使います、でもどこにいるかっていうのは説明しなくていいです。で、そこからこのチケットを使ったっていうことは、あの回答はこの、例えば電車のチケットを使ったというのは電車のマスにいたはずで、使ったってことはそこからさらに次の電車のマスに移動したはずっていうので、一旦ずつだんだん推測をしていって、あ、電車、バス、バス、バス、タクシー、タクシー、まあ、タクシーの場合は全部のマス移動できちゃうので、そこはヒントにならないんだけど、で、ここでいきなりまた電車を使いますって言った時に、例えばバスで移動して2マス使ってタクシーで移動し、そこから電車が使えたっていうことは、逆算するとこういうルートを行ったんじゃないかみたいなことを推測するんですよ。これがね、すごく面白い。うん。で、反面回答役はすごく寂しい。なぜかっていうと、回答は自分がどこにいるかっていうのをニヤニヤしながら移動だけしてるわけですよ。で、その周りにいる友達たちっていうのはみんな刑事で、あいつは今どういうルートを移動したかっていうのをそれぞれの推論をもとにしゃべり合うんだ。で、結構ロンドンマップっていうのが広いから最初は全然わからない。でもチケットを使えば使うほど、だんだんあのタイミングでチケットを使ったっていうと、ここら辺にいるはず、じゃあお前は右回り左回りで移動し、俺は先頭で真ん中から突っ込んでいくみたいな作戦を目の前で展開するんですよ。たまったもんじゃないよね、マップ移動型のシミュレーションゲーム。まあそうですね、うん。だからね、あれはね、配信とかをするのがすごく難しいなとは正直思っているんですけど、俺一回だけ回答やったことがあって、基本的にスコットランドヤードが刑事側でそこに臨んでいて、その時すげえ楽しいだったんだけど、初めて回答やった時はね、だんだん追い詰められていくプレッシャーがすごいのよ。最初はね、もう全然見当違いのところ行ってて、バカで、このままじゃあ20ターンなのか30ターンなのかね、ずっと繰り返してれば逃げ切れんじゃんと思ってるんだけど、ちょっとしたことでバレるわけですよ。このチケットの使い方、移動できるマスっていうのはこのマップ上には10マスしかない。で、さらにその後にあいつはあのチケットを使ったってことは、ここから5マスしか選択肢はないみたいな感じの、目の前で推理されるのね。それをずっと聞いてる俺、もうね、指が震えるんだよね。スコットランドヤードっていうゲームはね、すごく精神的に負担も大きくすげえよ、
精神的にかかるゲームなんで、よかったら皆さんやってみてください。対人戦なので人が5人ぐらい集まんないと、4人かな、4人ぐらい集まんないと、始められないので、その点だけはご了承くださいと。で、ね、面白いのがね、そのスコットランドヤード、細かいディティールがよくできていて、何かっていうとさ、犯人ってさ、どこを見てるかで大体こう推測できちゃうじゃん。あ、このマップのここら辺を見てるから、じゃあこっち側にいるんだなというのがバレないように、標準でサンバイザーがついてるんですよ、あの目隠し棒ね。だからそれでこう見えないような感じで、ちゃんとなんて言ったら細かいところまで気を使ってくれているっていうところも含めて、僕スコットランドヤードってゲームが大好きです。普通ないよね、ボードゲームだったら3倍サイズ出てくるんですね。俺が今までやった中で、何かアイテムを使っているゲームでいうと、やっぱスコットランドヤードはかなり面白いゲームだなと思っています。まああとはね、もう定番にはなりましたね、人狼ね、大好きです。大悟さん強いでしょうね。うん、大悟さんと人狼をやった時があってさ、あのメンタリストの大悟さんね、人の、ね、動きとか仕草とか、それで人の心理状態を分析するっていう、まあテレビでね、ホリエモンさんとババ抜きしたとか、そういうのでも有名な、まあ YouTube にチャンネルありますけどね、あの人と一回人狼やったことがあるんですけど、いや無理だわ、勝てねえ。もう推論とは違うところでもう勝負になってしまうので、こうしていると、分かりやすく言ってね、こうしていると、あ、この人は今何か隠し事をしているな。つまり、まあ人狼かもしれないし、役職かもしれない。少なくともこの人は市民ではないね、みたいな感じでこう除外されるんですよ。あんなんやられたらダメだよね。こっちは何だってテレビ仕様というかね、番組仕様でね、人狼やってますから、やっぱリアクション取っちゃうわけですよ。みたいな。で、ってリアクション取った瞬間に、あ、この人は何か持ってますねっていう、どんどんね、やられればやるほど、あ、どんどん、さっきのスコットランドヤードと一緒だね、どんどん狭まってって、で、狭まれば、一瞬狭まった瞬間に僕またリアクション、ってやっちゃうから、また狭まるのよね。あれはきつい。大悟さんには勝てないなっていうのはね、やったプレイヤーの皆さんみんな言ってました。ただ反面、大悟さん、それだけ人を見てかなきゃいけない。で、たくさん人数いるわけじゃない。すごく疲れるんだって。だからね、大悟さんに勝とうとするんだったら、15試合ぐらいやると、15試合目ぐらいには、大悟さんが疲れて勝てるかもしれません。はい。で、パンデミック。兄ちゃんさん、ありがとうございますね。パンデミックね、うちにもあったんじゃないかな。パンデミックとね。